生日おめでとうございます。レースで勝利をプレゼントさせてください。お誕生日おめでとう。なんだか少し頼もしくなった。トレーの誕生日なんだ。いいな、今日の主役じゃん。僕もいっぱいお祝いされたい。お誕生日おめでとうございます。一年に一度の特別な日ですから、思い切り楽しみましょう。誕生日おめでとう。商店街にケーキの美味しいお店があるんだ。よければどうだ。誕生日おめでとう。暇だったから部屋にぬか床送っといたぜ。いいぬか漬け作ってくれよな。お、誕生日か。おめでとうさん。なんかうまいもんでも食いに行くか。おごるぜ、ドリンクバー。そのハッピーバースデー、 お祝いしてあげてるんだからもっと喜びなさいよね。もうハッピーバースデー。プレシャスな思い出これからも作っていきましょうね。おめでとうございます。再び共に四季をめぐり、また来年もお祝いしたいです。トレーナーさん、あなたの今日がブエノステルウルティモな一日でありますように。何？貴様の誕生日だと？そういうことは先に言え。準備ができなかったではないか。ナイト、今日は君の誕生日だったな。新たな知識や学びを得られる良い一日になることを願うよ。始まり、お誕生日おめでとうおめでとう。まずはケーキ買いに行こう。それでみんな集めて一日中お祝いしよう。許可を願います。マスターの誕生日を祝い、あなたの幸福を願う。許可を。お誕生日ケーキをどうぞ。食べたらカロリー消費のために一緒に走りましょう。おめでとうお兄様。今日一日いっぱい幸せなことが起きますように。誕生日？やあやあ、めでたいおめでとう。君の誕生を祝して肉体改造実験なんてどうだい？トレーナー、お誕生日おめでとうございます。これからも何年経ってもずっとずっと一緒に頑張ろうね。お誕生日おめでとうございます。トレーナーさんは見事に成長されたと、この私が認めます。パチパチ行って。誕生日の歌を歌ってあげますね。誕生日おめでとう。って、何その顔、バカっぽい。ほんとウケる。お誕生日お祝いしに行こう。人参が美味しいお店いっぱい見つけたんだよ。おめでとうございます。トレーナーさんの1年の幸福を祈願して、今から自己流の舞を披露しますね。トレーナーさん、誕生日おめでとう。あんたの親にも感謝しないとね。さて、一緒にケーキでも食べよう。食べた。トレーナー、誕生日おめでとう。忘れるわけないでしょ。私は一流の馬娘なのよ。